東武5700系電車、東武5700系電車、東武5700系電車は、かつて、東武鉄道に在籍していた車両、特急用として製造され、後に急行、快速向けとなったが、廃車となるまで40年の長期にわたって、優等列車使用され続けた。1946年の国鉄63系。 電車導入開始で始まった東武本線の戦後、復興は1948年に一つの転機を迎えることとなった。国鉄から借り入れた二等客車二両を前後から一両ずつ自社の電車で挟んだ四両編成による連合軍専用列車としてこの年にダイヤ上復活した日光、絹川温泉き特急列車において、避所客で賑わう8月より、下言。 絹という愛称をつけた上で、東部の自社保有車両については、日本人一般乗客の乗車が認められるようになったためである。もっとも、世相は一時の絶望的な物資不足を脱し、ようやく安定の方向へ向かいつつあったものの、通勤用の一般車でさえ運輸省が制定した、規格系車両以外の製造が困難な当時の状況下では、 特急運用に用いるのに適した車両を、新造するのは至難の号であった。そのため、この記念すべき戦後初の一般向け特急列車には、1937年、昭和12年から1939年にかけて製造された、もは5310系元で、ハ11.12系、くハ350系、元とくは11.12系を整備の上で、充当することとなった。 だが、これらは、戦時中にロングシート装備の一般車に格下げされ、戦時中の国士などもあって荒廃していたものを整備の上で再度固定クロスシート装備に改造しており、規格系電車とは家に扉転換クロスシート車として、新造された2000型を箱根特急に充当する小級電鉄などと比較すると特急用車両として、設備面での見劣りは否めなかった。しかも、 この時期には国鉄が1950年昭和25年6月より上野日光間で快速日光の運行を開始するなど日光線の優等列車運行について積極姿勢を示し国鉄と東部の間では競合が激しくなりつつあったそこで東部鉄道は接客設備の改善による乗客の増加を目論んで本格的な特急用車両の導入を 決定、1951年、昭和26年と1953年の2回に分けて以下の12両を新造した。これらは機能の相違から非貫通構造の運転台を備えるも、波5700 k 区ク700型が A 編成、貫通構造の模波5710 k ーク710型が B 編成、そして B 編成と同等の車体に設定当時、 最新の直角、カルダン駆動桶を搭載した、モハゴ1720ケークハ720型が、C 編成、とそれぞれ故障した。なお、これらの形式称号は1000の位で、主電動機定格出力を、100の位で制御機の種類を、そして10の位で車両の用途を、それぞれ示す、この時代の東武鉄道の、車両形式称号不満規則に従ったものである。これより、 例えば、もは5 7 0 0系5 7 0 1は、定格出力 110kW 級電動機5、とひ製作所 MMC 多段電動化無軸式、自動加速制御機7を備えた、最初の旅客用、形式0の2番目の車両1となるが、口述するように、本系列は、東洋電気製造製の制御機を搭載しており、 理由は不明であるがこの規則からやや外れた不満となっている。日本車両製造と汽車製造が分担して各部設計を実施した。このため、1953年の第二次車で製造に新規参入した何は後期は両社で調整した設計図に従って製造を実施している。車体長 18000mm、車体幅 2800mm の 主に溶接組み立てによる交代に木製の内装を組み合わせた反抗性車体を備える。これらの寸法は1946年の国鉄モハ63型導入に伴い拡大された車両限界に従って決定されたもので、これにより地方鉄道建設規定に準拠して設計された戦前のデハ重0に比して一回り大きな車体なり、 一人、あたりの幅が拡大された座席を、はじめ、ゆったりとした、接客設備が実現されている。窓配置は各社とも運転台側側面が、DD、1、12、1、D、D、乗務員扉、D、客用扉、1、戸袋窓、数字、窓数、車掌台側側側側面が1、13、1、DD で、扉位置を両端に寄せて、 各社の車掌台が側面の連結面より用扉を省略することで放送室、模波及び便所、区波の設置スペースを確保している。この種の特急専用車での客用扉削減は同時期の小田急1700型でも見られた現象で、東部、小田急の両社では特急車を原則的に専用とし、一般運用に充当しないことを前提とした。 車両運用計画が格下したことを示している。一方、同時期に同様に長距離有料特急電車を運行していた近畿日本鉄道では、戦前からの伝統で必要に応じ車両を増解決する弾力的な車両運用を実施しており、1953年に戦後初の心臓特急車を設計する際も、戦前の2200型と同様に客用扉を両端に寄せて設置し、 しかも電動車を両運転台とした2250系大阪線及び6421系名古屋線を新造している。つまり座席指定性を取る長距離優等列車用電車の設計においては、この時期日本の東西各私鉄で方針がはっきりと分かれる結果となった。新造時の本系列は非貫通構造の前頭部を備えた。 もは5700区は700系、A 編成と通常の貫通路を中央に設けた3枚、窓構成で丸妻の前頭部を備えるも、は5710区は710系、B 編成及びもは572区七720系、C 編成に2分され、当初は4両編成での運転時に、下今市において往路は、日光、絹川温泉の両方面行き列車として、編成を分割。 袋ではここで、再び併合することを前提として、モハ5 7 0 0系区ハ7 1 0系モハ5 7 1 0系区波700型、と編成両端に非貫通車を置き、中間に貫通路付き車両を向かい合わせに連結する計画としていた。A 編成の前頭部デザインは、国鉄8 0系電車に橋を発する当時流行の湘南層、正面2枚窓を採用したものであるが、 窓ガラスの可変を水平に揃えるため、ガラス形状を変形した四角形とし、側面の乗務員扉に本来は必要のない、ウィンドウシールと呼ばれる補強体を取り付けて、ウィンドウシールの連続性を保つなど、細部に工夫を凝らした独自色の強いデザインである。なお、車体の配色及び丸いヘッドマークの左右に、銀色の装飾体を、各3本ずつ並べて配したデザインから、永遠性には、 猫ひげという愛称が自然発生的に与えられた。これに対して貫通型の BC 編成は戦前のデハ重0のそれを基本としつつ、つま面の曲率を大きくした反流線型とされており、前小灯ケーシングを屋根に半分埋め込むなど、宣伝の度合いを増したデザインとなっている。正面の形状は通勤系の7300系や7800系とほぼ同じように見えるが、 5700系だと一部に流線型となっている車両もあったからか曲線半径が異なるなしている。客用扉は 900mm 幅の型引き戸。側窓はシートピッチ 970mm に合わせた 800mm 幅の木製二段上昇窓を備え、日よけには木製の鎧戸を使用する。なお、角窓の上下にはそれぞれウィンドウヘッダー及び、 ウィンドウシルと呼ばれる補強帯板を露出した状態で取り付けてあるが、A 編成の前面窓部のみは、ウィンドウヘッダーを省略していい。マルーンを、ウィンドウシル以下の車体越しータブに、赤みがかった暗いベージュをその上部に塗り分けた、設計当時としては、一般的なツートンカラーを採用する。ただし A 編成の前頭部については、屋根部まで、マルーン単色塗装とし、 乗務員扉後方からベージュを置くことで、スピード感を強調している。座席はすべて、肘掛け付きの転換クロスシートで、通路を挟んで左右に一列ずつ14脚、合計28脚並べて、座席定員を56名としている。この座席は転候用のリンク機構に連動して、フットレストが所定の位置へ持ち上がる機構を備えるなど、 設計に携わった2社の提案が盛り込まれたものである。なお、これとは別に運転外交部に折りたたみ式の補助席を設置してあり、さらに卓客機には補助座席を別途持ち込んで対応した。室内灯は CLG 電動発電機によって供給される交流1 0 0ト電源による東芝製のルーバー付き蛍光灯を天井左右2列に並べている。 竣工当時の本系列で特徴的であったのが電動車の連結面よりに設置された放送室である。これは車内放送用の交渉電話に由来するシステムとは別に大型の真空管アンプやレコードプレイヤーなどを設置し女性乗務員により案内放送とレコードによる音楽を放送するためのもので仙台特急車であるハ五、oh、5310型で採用されたサービスを 踏襲しものである。これらは、後の 1720KDRC における、ジュークボックスやスチュワーデスの乗務といった、サービス施策の先駆をなすものであった。本系列は、カルダン駆動の高性能車の出現前後の過渡期に製造されており、二種の駆動システムが採用されている。以下では必要に応じ、従来型の吊り掛け駆動車である、モハ例型と、 日本初の直角カルダン駆動有料特急車となった、五千5720型を区分して紹介する。東洋電気製造製の TDK-528QHM をモハの、各台車に2機ずつ吊り掛け式で走過する。波数比は18,62イコール3.44。定格速度は時速 59.0km で、加速性能を重視する一般車並みの設定と、 なっている。この電動機は、元来、伊勢電気鉄道も、波に221系向け TDK-528A を端緒として、戦前期には、伊勢電気鉄道や、明期鉄道など、主に、名古屋周辺の、隠し鉄で大量導入されたもので、関東圏での導入例は、目黒かまた電鉄も、波300系程度に限られていた。しかし戦後、この電動機は、 運輸省の私鉄向け企画系電車の 110kW 級標準電動機の一つに指定された結果、東急3700.3800系と東部5300系などに TDK-528-9HM9km がそれぞれ多数採用されて一気に普及し、特に東部では1965年まで TDK-528-9HM の新製造日が続き、 日立製作所 HS-266 を総火していた先代特急車であるモハ5310系元で、もとで波10系の各社までこの電動機に換装するほどの指示を受けた。本系列においてもモハ5300型などでの公表を受けて採用されたもので、上述の通り、日光線に存在する25パーミルの連続勾配区間での途半を考慮してか、 通勤者並みの低い波数比が選ばれていたが、同時代の同級釣りが景色電動機としては最高に近い高低格回転数を利して、平坦線区間でも高速走行を実現。諸設備の後輩もあって1948年の運転開始時に3時間を要し、本系列第一陣の竣工直前の段階でも146分を要した浅草東部日光館を本系列が出揃い、 各特急列車の速度が統一された1953年8月1日のダイヤ改正では戦前の最高記録を上回る16分で走破する瞬速ぶりを示した。東芝製の SE-507B をもはの拡大車に2機ずつ直角カルダン方式で走破する。この電動機は元来東芝の提携先である ゼネラルエレクトリック社からの技術供有を受けて1949年に試作したトロリーバス用の高速電動機を一般の電車用に応用したものである。波数比は10時49分イコール4.9、定格速度は時速70.0キロメートルで、もは5700.5710型との定格回転数差を少なくしているものの、明確な性能差が存在し、 このため、後年の1700系収益開始に伴う、本系列の格下げ開示には、新編成のみを特急用として残すという措置が取られている。全電動車に、東洋電気製造製の多段電動化無軸式、自動加速制御機である ES-534A を搭載する。この制御機は、戦前のデハ4型以来、長く、東武鉄道で愛用されてきた。 イギリス・イングリッシュ・エレクトリック社のデッカーシステムと呼ばれる制御システムの系譜に連なるものである。A 編成と B 編成については、全ともに、ウィングバネ式配置のコイルバネと軸箱状の重ね板バネを連結したゲルリッツ式由来の独特の門型軸バネ群による軸箱支持機構を備える、住友金属工業 FS106、東部社内形式。 TRF-51M 一体中高台車を装着して巡航している。この台車は枕羽根に重ね板羽根を採用するなど、幾分急平な設計が目立つが、その一方で、ボルスターアンカーを備えるなど、次世代の新型台車に受け継がれることとなる要素も合わせ持っており、戦後の高速台車開発の過渡期に設計されたことを伺わせる特徴を備える。これに対し、 直角カルダン駆動を採用した C 編成については、軸ネ式の東芝 TT-3、頭部車内形式 TRT-52T を装着する。この台車は、国鉄 TR23 型台車の系譜に属する、いわゆるペンシルバニア型台車の派生モデルの一つで、その特徴的な一体、中高生大車枠形状から、基本となったのは、 国鉄の DT15 と見られる。もっとも FS106 よりも高発な分だけ気候面での進歩が認められ、枕バネがコイルバネとオイルダンパーを組み合わせたものになっている。この台車は FS106 と比較して、1台あたり 550kg 減の 5900kg に事情が軽減されており、車両全体で見ても、 もは5720型がもは5710型と比較して3.24トンの軽量化を達成する上で大きな役割を果たしている。空気ブレーキとして応答性に優れるアーチ中ーーベン付ケ電磁自動空気ブレーキ装置を搭載する。ブレーキシリンダーを台車走庫とし、ブレーキワークを両、抱き式とするなど、公外線での運用に配慮した設計であるが、この時期に、 各社で試行が始まっていた空気ブレーキと制御機の発電ブレーキを連動させる機構の搭載は行われていない。各社とも製造当時の東武鉄道の慣例に従い、車両メーカーでの完成後、東武鉄道の西新井工場へ持ち込まれた車体に伝送品を偽装、竣工としている。試運転時のエピソードとして、下井ま一板二た2巻の連続25。 パーミル下り勾配での走行中に、主抵抗機の塗料が焼け、焦げ草と白煙が発生したため、車両火災を疑ったことと、一部の東部の関係者は、車内の蛍光灯の明るさに目が慣れてしまい、浅草到着時には、ホームの薄暗さに、足元が不安で歩けなくなったという。竣工後は、浅草東部日光間特急、下ン浅草絹川温泉間特急、 企具として運用された。この運用期間中には放送室が搭載機器のトランジスタ化による小型化や音楽再生機器のテープレコーダーへの変更で不要となって売店に変更され客室天井に扇風機が追加されるなどの改良工事実施されている。1956年昭和31年2 7 0 0系が登場すると AB 編成は車体に青い帯を入れた。 青帯車とし、急行列車に使用されることとなった。カルダン駆動車であった C 編成のみ、従来の塗装に白い帯を入れた白帯車、白帯車と呼称するとして、特急運用を継続した。その後、1700系最終造帯車の進行した1957年9月には、最後まで白帯車として特急運用に残されていた C 編成2本が、 青帯車に変更されて急行用へ格下げとなり、全編成が急行用となった。1960年、昭和35年には、非貫通構造の A 編成について、全面貫通扉設置工事が施行され、各編成の運用上の制約が解消された。また、C 編成は、直角カルダンにおけるギアボックスからの油漏れや、プロペラ軸の脱落、 ハイボイドギアの新炭素剥離によるアリゾン、高回転ゆえのフラッシュオーバーなどの故障の頻発に手を焼いた末、1961年7月、もは5720と1965年10月、もは5721の2回に分けて、他の編成と同じ釣り掛け駆動方式に改造された。これらの度重なる改造により、各形式間の際がほとんどなくなったことから、 1965年、昭和40年に形式が統合され、以下の通り改版された。急行用転用後は、5310系とともに、一般の伊勢崎線急行や高芸電気鉄道中央、前橋発着の伊勢崎線急行にも充当されたが、1969年、昭和44年9月20日に、伊勢崎線急行専用車両である1800系が、運用会すると、 日光線急行、快速急行、一時設定された野田線を走行する通称大宮急行、霧、振り、竜王、日光線快速、団体専用列車運用に当てられ、一時的ながら通路間に補助席を設けた。臨時運用では3000系との並結もいったことがある。この時期には、全商島のシールドビームに投下が実施され、側窓について年、 もは5703区波703、1968年、もは5704区ハ704 70、そして1981年、もは5705区ハ705 70と一部について、ルミサシ化が施行され、さらに後年には、列車無線搭載に伴う、アンテナ設置や、車体外反に埋め込まれていたつまめんの縦あまどいが、保守の都合で露出型に変更されるなど、 経年や社会情勢の変化に従う形で外観の変化がわずかながら生じている。1984年、昭和59年12月から1985年、昭和60年1月にかけて、1720K1 編成が踏切事故により焦損し、運用を離脱した際には特急運用の代走を行っている。ただし、車両の最高速度が違うため、 専用ダイヤでの運行となっている。1990年、平成2年7月29日、懐かしの5700系と新特急、スペーシア体験ツアーが実施された。そのツアーは、東向島から5700系の臨時列車に乗車して東部日光に行き、袋は100系、スペーシアの、ケゴン26号に試乗するものだった。当日、 ツアー客を対象にした東武博物館での公演において、東武鉄道旅客サービス課に在職していた現、東武博物館名誉館長の花笠は、5700系が以前に、大井川鉄道、現、大井川鉄道をより譲として欲しいとの非公式な打診があったとのエピソードを明らかにした。1991年、平成3年、旧性納車ながら、長期にわたって、 有頭列車に運用されていることに対し、鉄道友の会より、エバーグリーン賞が授与された。同年3月24日には、エバーグリーン賞受賞記念のヘッドマークを装着して、成平橋から新都地に館を走行し、新都地に研修区では5700系の撮影会も開催された。同年7月20日、1720系からの 危機流用で心臓された200系の進行に伴い、余剰となった1800系の改造による300系、350系の営業運転開始により、本系列は、東武日光浅草間のさよなら運転を際に、営業運転を終了し、東武の優等、団体列車が20メートル級に統一された。運用離脱後は、しばらくの間、旧車扱いで、春日部研修区、現、 南栗橋車両管区かすかべ所に留置されていたが、後に全車廃車となり、6両が北立林に扱い会所へ自力回装の上解体された。残る6両のうち、5701F の2両、もは5701区波701は、東部により1720系の先頭車と一緒に杉戸工場の建物内に保管された。もは5703は、 製造元の何は後期、アルナ後期を経て、現、アルナ社が東部へ納入した第1号車であったことから、アルナ後期に譲渡され、同社内にて、先頭部分をカットして展示された。その他は、東部鉄道ジャンク市でのプレゼントとして、提供されるなどした。その後、アルナ後期のカットボディは、同社の鉄道車両製造部門閉鎖により、東部に引き取られ、2004年、平成16年より、 東京都墨田区の東部博物館内にて展示されている。一方、杉戸工場の保管車のうち1720系は東部博物館に展示されたものの5700系については2001年に行われた1800系通勤者家改造の場所を確保するために建物の外へ出されカバーに覆われた状態のまま工場の片隅に置かれたままにされた。この間、 東武鉄道にはかなりの数の問い合わせと保存の話が持ち込まれたが、未了の内も葉5701については東武博物館に展示保存することが決定。同館がリニューアル開館する2009年7月22日より公開されることとなり、非貫通2枚窓の猫ひげ状態に復元された。猫ひげの全面制作は、車体専門メーカーの株式会社小平が行い、 この際に用いられた金型はもうハ5 7 0 1の近くに展示されている。一方、保存対象から外れたクハ701は2009年7月下旬に北立林に扱い所エリック層の後に解体されている。その他、車両プレゼントにより譲渡された2両は、車体と色がやや変更されたものの2011年4月現在、 埼玉県行田市のレストラン、電車のお店のカフェレストランマスタードシード、公式ウェイサイトの表記ママとして使われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。